ども皆さんおはこんばんちはです、パマスです。今日は今バラバラにしているのロードスターさんのですね、フロントのドア、運転席側のドアですねの、まあ、リアはないけどな通ドア、通ドア、まあ、右ドアで運転席ドアでも右ドアでもこれ両方あれ一個ずつとかじゃないよね、もうドア取り方全部一緒やん、一緒一緒一緒大体なドアの取り方ですね。ちょっとな、ちょっとリフトで上げてるから、はい、全開できへんから、ちょっとネジの部分の説明だけなのかもわからんけど。あ、そういうことね。OK、うん、まあ、やっていきたいと、うん、思います。お願いします。でまず、まあ、フェンダーがここにかかってるから、はい、こういう状態で、まあ、見えへん状態、はい、今は取っていけるね、普段は。よいしょ。で、はい、まあ、普通取るときは、うん、こう開けて、全開に開けて、うん、で、まあ、リフトも上がってないから、はい、ちょうど A 台を置いて下に。ああ、そういうことね、うん、はい、こんな感じでこう、うん、社長のテーブルのところ で、はい、ここ取れるかな。 OK、 このヒンジ、これこのまず、うん、ちょぼだ、ちょぼ、これあー、出てる出てる、まあ、そんな感じでいいの、まあ、うん、叩いてもって、うん、で、こういう、はい、で、こういう感じで、あ、抜けた、うん、うん、これなんて言ったかな、白忘れたそうなで、これは外した位置に置いといてもって、はい、うん、これ一応、はい、こう、まあ、前回にしとけへんかったら入れへん、はい、うん、あ、で、これを入れてもって、はい、で、ハンマーでコン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 と、はい、叩くと、こういうちょっとテーパーになってて、はい、ここで止まるようになってるから、へえ、で、グッとこの、あ、うん、開いてる、開いてる状態でな、うん、で、はい、あと、ちょっとここに全部レギュレーターとか、はい、これついたまま、はい、外すから、はい、うん、まあ、ついてる前提でな、うん、で、ここ、このドアのここですね、うん、これ、はいはい、向こうから一回ちょっと、オッケー、何ミリかな、よいしょ、12、ここに、あ、これ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 です、うん、ここに見えてるやつね、はい、これを、あ、うん、そっちから上から、オッケー、これあのヒンジ、この4箇所、はい、4箇所ある、だから1本ちょっとまあ置いといた方がいいから、はい、一番上は後からした方がいいと、はい、まあ、これはちょっと緩めてもらうけどね、はい、12で、まあ、バンと、うんうん、でこれをまあ全部バッと外してもらうねんけど、はい、外すまでにここ、はい、はい、これが、はい、配線な、はい、こっちから、うん、ちょっと見にくいから、はい、でこの辺、え、この辺、この辺、あ、この辺と、その真下、うん、あ、ちょっとこれ見えへんやんか、あ、こうしよう、見えへんからこれがええわ、お、はい、ここ、うん、で、ここ、うん、に爪があんねんか、うん、下側も同じように、はい、で、はい、内側いうか後ろ側の爪が引っかかるから、はいはい、ほんまはバリッといってもええねん、はい、ちょっとあのむしれるけど、うん、不安な人はここに、うん、ここにうまいことキュッと押してもうたら、うん、パカッと、ほんまや、ちょっと外してから説明するわ、オッケー、まあ、こんな感じでね、うん、こういう感じな、こういう感じ、あ、ほんまや、爪ついてるわ、2個爪あるけど前側は引っかかれへんかな、後ろ側は飛び出るから、あー、うん、そういう、うん、まあ、一回、はい、こうやって、うん、この辺をプシッと蒸した、ほら、わかる、これを見て、ほら飛び上がってるやん、 あ、飛び上がってる、うん、飛び上がるのが嫌な人は、はい、その飛び上がるところを押して、はい、押しながらね、今の、そうそうそう、飛び上がれへんように、うん、うん、こういう感じで、はい、
真下も同じところにある。へえ。はい、こういう感じ。これを押してあげる、うん、この狭いとこからせなあかんで、ほんまは変長ついてるから絶対できへんからね。そういうことね。あ、そう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 、あっちの中っちょから、ね、はい、ちょっと外してからしようか。はい、カプラーです、うん、でこいつは押すんやろな、はい、こうなってる、ね、その緑のとこね、うん、いつもこうするから勝手に自然に浮き上がってくるんだけど、うんうん、押して上に上げるな、うん、押して上に上げる、はい、うん、でガサッと抜いてもうたら、はい、おーすごい、うん、スコッと抜けんねんけど、うん、こういう感じだ。まあ普通に育てるだけだから、はい、まあ、これはもう、はい、結構出てこようとするから、うんうんうん、まあ、中に入れといて、あんまり変なとこ入れへん限りは、うん、引っかかる感じですね、うん、こういう感じ出てくるから、うんうんうん、ちょっと邪魔やったら、はい、でさっき説明したやつが、はい、ほんまこっちからやってや、なんか、はい、これが、内側、はい、こいつをバチッとしてしまうと、うん、これが、うん、このゴムを飛び出して、うんうんうん、こっちやね、うん、こっちがゴムを飛び出してこっちに浮き上がってくるね、うん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 、だからそういう場合は、うん、中にこうやって入れてもってゴムをバチッとゴムで止めて、うん、みたいな、うん、このこうしてしまうとこの、うん、こっちはちょっと引っかかりが浅いんだけど、うん、こっちがきついから、うん、割れるんじゃないの、こっちに飛び出てくる、うん、まあ、うん、結構割れたことないな、へー、うん、意外と失敗してもな、でこっち側に飛び出るから、うん、飛び出たやつをゴムをめくってこの中に入れてもって、うん、ほんでゴムをしてもったらまあ普通に戻るわね、うんうん、だからこっち側を、うん、内内を押してもったら、はい、まあ、こういう感じでここにガサッと、はい、ちょっと引っかかった時に見えるからそれから押してもいいけどね、うん、無理やりバッとして出て中に入れてもいいけどね、うーん、でつける時は差し込んでガチッと、はい、うん、差し込んだら勝手にこれがロックされるようになってるから、はい、まあ、こういう感じやな、でまあこういう感じここでな、はい、まあ、1本止めといて、はい、裏からせこせことこう4つな、はい、ここの下に4つな、うん、はい、4つ取ったとしようや、取ったとしよう、うん、はい、ここから取るけどね今日はねでフェンダー外して、うん、同じように、うん、する人は、うん、さっき内側のこのセンターのところをはあのハンマーで叩いたやつやってん、 あれで外してもって、はい、ここ、はい、ここでドアをガチャンと閉めといてほしい、ほうほうほう、こんなん持たんでやる、おう、うん、確かにね、持たんでやる、ほんまだわ、うん、ほんまはこっちからせこせこ狭い、ちょっと狭めなところからね、うん、なんていうかな、スパナにあのラチェットがついてるやつありやんか、スパナにラチェット、あー、イタラチェ、あ、そうです、またイタラチェショーが言うたらイララチェ、それは何やらとか言うてくるで、あかんのか、はい、このねちょっとドアな、あれやねんけど、はい、ブレーキのローター外すのに、はい、ちょっと先、これやったらちょっと長すぎるから、うん、先を削ってもうて、うんうんうん、したら、まあ、ネジが潰れんと、うん、でこのネジ硬いから、はい、結構いいや、ああいうのに使うには、そう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 、そういうことね、うん、でここも一緒で、はい、もうこれで、うん、ドア全然大丈夫、うん、強っ、でうん、まあこれ今ロック外してるけどガチャンと閉めといてもうて、ここから外す場合やで、はい、うん、でこいつを、うん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 、最後に、はい、でドア開けて、うん、ここからする人は、はい、開けてちゃんと同じ高さに置いといて、うん、ダダンと下、うん、開けたまま背中から、そういう場合はフェンダー外さんでいいからね、はい、うん、でこういう場合の人はガチャンとドアロックを開けてもいいし、はい、でドア開けてる人はもう勝手にこう最後外したら
外れてる状態で、ボコンとして、うん、そういう感じね。差し込みがあんねや、一個ね、これね。じゃじゃらーん、取れた、うん、ドアです。だからハーネス、はい、うちらはもう全部外してまうけど、うん、そのハーネスをはいついたまま、はい、何にもかも全部ついたまま、うん、外す場合は、うん、こういう感じやね。なんかこういう感じかなと思った、うん、まあ今日はこんな感じ。これ一緒やな、助手席の取り方も、うん、まあ2段階でね。えドアは焦ってもないし、電気いる？ちょっと照らしてみようか。うん、大丈夫やな。反対側も、うん、ちょっと見ようか、うん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 、あ、今ちょうどいいな、これな。ヤフオクで出品してるからね、うんうん、あんな感じ。まあ、目立った傷とかは、へこみとかはないな。ないですね、うん、今デンとちょっと練習するからさ。じゃあ、俺らでひどなるわ。へこみをちょっと見たまあまあ、大丈夫やな。こんな感じで、綺麗ですね、うんうん。ヤフオクではアルファベットの T で出品しておりますので、うん、NB6C ロードスターですね。で検索していただければ出てくると思うので、よかったら皆さん検索してみてください。お願いします。作業的には2箇所、フェンダー外してやる場合とフェンダー外さずにやる場合と、うん、まあ、だからカプラの外し方やな。まあ、だから無理やりこじても、はい、後でまあ直したらいけるしな。あ、そういうことね、うん、終わってしまうと次、うん、ちょっとグラグラになるけど大変よな、終わらんように気をつけて。まあこんな感じで、よかったら皆さん作業の参考にしてみてください。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。